お世話になります一人でございます。以前ですね、別の動画で野生の山頂を捕まえるっていうことをやったんですが、視聴者さんからのコメントでね、低レベルの野生の山頂を捕まえたっていう報告もあったんですよね。ということで今回はその低レベルの野生の山頂を捕まえていきたいと思います。まあ、まずはね、以前の野生の山頂を捕まえたやつと同じように珍しいポケモンが出やすくなるね、コロンを使ってで、かつ連鎖をすることで珍しいポケモン出やすくなるっていう情報もあったので、連鎖数もどこまでやればいいかっていうのは不明なんですが、とりあえず色違いの確率が最大になる32連鎖までやって、それで野生の山頂を狙っていきたいなと思います。ということでまずは連鎖していきます。連鎖するポケモンは何でもいいので、とりあえずポッポでやっていきたいと思います。はい、ということで32連鎖まで来ました。で、野生の山頂の出現する場所は一応どこでも出るっていう話なので、まあ多分洞窟とかでは出ないですけど、それ以外のとこで、まあ、適当に飛びながら出現を待ちたいなと思います。え、何え、空中でも見つかんの？小次郎武蔵、何これ、俺話しかけてたのかな、もしかして戦うの？やだよ俺。あ、お前はいつものジャリンコ。え、ちょっとあんた何戦うの？戦うのかい、なんでだよ。なんで俺飛んでたのに。スカイバトルかよ、お前。スカイバトルだっけ、あれ。ウーゾロ3分の。なんで俺戦わなきゃいけないの、飛んでたのに。なんで、あー、おなじみのポケモン。いいね。俺かっこいい、俺のパーティーかっこいい。ハゲ野郎。なんとか行きました。やったぜ。え、ちょっと嫌です。ふう、やっぱり俺たちは敵同士じゃないとな。でも気が変わったらいつでも来いよ。俺が手作りしたこれやるからしな。いい感じセット、なんじゃそりゃ。何それ。いい、え、なんか言って、あら、何この爽やかな感じ。あんたとはずっといがみ合ってたのにね。たまにはこういうのもいいんじゃないか。そうかもね。なんだかとってもいい感じ、いい感じか。えいや、にゃーんてにゃ。かわいい。あ、こいつか。ああ、え、マジです。ウェン、あ、全然違え顔。海を夢中でスケッチしてたら船が出航しちゃったのですよね。大変。マジじゃん。そうだね、祭りがしばらくここにいることにします。関東の海の色気に入ったのですよ。マジいるんだ、まつりかちゃん。こんな感じで全然雰囲気違うね。わあ、色違い出たけど、めっちゃいい色違い、めっちゃいい色違い、めっちゃ欲しい、めっちゃ色違い。なんかレジェンザルツエスの時とかもっと水色っぽい感じだったけど、こんな真っ青なんだ。逃がすわ、バイバイ。俺山頂優先するわ。レジェンザルツエスで確定ゲットできるから逃がすわ。コメントでもしてくださいましたよね、多分。やらないっす。わあ、来た来た、サンダ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 、オッケー、行くぞ。何レベルだろう、何レベルだろう、サンダ。57か。まあでも出た出た出た。押し捕まえるぞ。来た、びっくりした。しかもめっちゃかっこいい、この出方が。おいしょ。やばい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 、やばい、こっちに来てくんないと俺いけないんだけど。あそこ行けないよ。やべえ、俺行けないよ、あそこに。どうやって投げんの、あそこに。行け、真ん中に来た時に。オッケー。やばいやばい、これ結構時間使っちゃったからやばい。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、や、逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう。頼む、逃げないで。やめてよ。金釣りを上げて、なるべく早く投げる。み、やばい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 、やばい、逃げちゃう。逃げちゃうよ、怖いよ。逃げんなよ。オッケーオッケー、来い、頼む、来てくれ、来てくれ。おい、ちょっとやばいよ、やばいよ、やばいよ。やば、やばい、汗だくね、今。行くぜ。
ッケー来た、グレート、これは行くんじゃない。はい、おいおい、おい、ちょっと待って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 、逃げんなよ、逃げない、もしかしてこいつ逃げないポケモン、来い、やばいやばいやばい、頼む頼む、3対1欲しいよ、何匹いてもいいよこいつ、頼む、構える、あ、ミスった、やっちまった、おい、やばいやばいやばいっす、逃げない、これもしかしてだいぶ逃げないぞこいつ、来い、ちょっと待って、お前難易度高すぎでしょ、マスターボール集めといた方がよかったかこれ、あ、いや来た来た、振ったら来た来たぞ、できるこれ、俺どうやって操作するのか分かんないな、バック、もしかして、ちょっと待って、あ、やべ、こっちのジョイコン壊れてるできない、同時投げ、おー来たあ来たなんかすごいの来たぞ、来い、おいしょできた、なんかできた、なんか発生した、別にモンスターボールでいいんだ、壊れてるジョイコンでもいけたぜ、やった、 39.28kg 軽っ、レベル57の3段、ずぶとい性格、いたずらが好き、でそれ技が10万ボルト高速移動、光の壁、半休め、まあ他は普通なんだよな、でも17番道路で出会ったというね、ナイス、1番道路で捕まえてみた、やるか、ちょくちょくちょいちょいエンカウントするポケモンことごとくレベル57です。じゃあやっぱさ、なんかあんのかね、あ、ポッポとかぶつかってみる、じゃあ、あ、やっぱ57だもんね、確かに、コロンのせい、もしかしてコロン切ってみるか、コロンのせいじゃない、多分レベル高いやつ出てきてんじゃない、ただコロン使わず山頂出てくるかな、 OK、 使わず行ってみるか、あ、レベル下がった、虫コロ使って見てみよう、あー、コロンだね、解決しました、だから条件としてはコロンさえ振らなきゃいい、その状態で連鎖してそれで行けばいいってこと、なんなら安上がりじゃん、 OK、 ちょれー、33までいっちゃった、これであとは飛んで待つだけですね、山頂で無双、カエルの命が来た、カエルの命が来た、やべえやべえ、低レベルじゃね、35か、まあ35はまあまあ低レベルではあるけど、まさかのカエルというね、まさかこれは捕まえるよ、俺全部の色違い逃がす予定だったけど、これは捕まえる、さすがに、さすがのボクちゃんでも、温室育ちのボクちゃんでも捕まえるよ、これは申し訳ないけど、さすがにやば、海流素手出すのやば、オッケー、なんならワンパンゲット、海流色違い、やば、これはやばい、これはもう即捕まえちゃったよさすがに、しかもちなみに低レベルっていうね、オッケー、まあそんな超低レベルではないけど、やったぜ、また連鎖やり直しだけど、ちょっとこれは捕まえるわさすがに、ずぶとい性格、一番道路さん海流レベル35の改造みてえだなマジで一番道路さんレベル35海流色違いねすげえな、よく見たらこれ改造って言われそうだよ、マジで道が開けた、でも、また連鎖していきましょう、すげえ、カイリュウ、カイリュウとリザードンまで捕まえて、やばいよ俺、ワンパン見たから32いった、オッケー、ようやくいったわ、大体そん時にめっちゃ見てたんだよね、うわー色違い来たけど逃します、こらった、
めっちゃ珍しいな。色違い全然出ない。同化してていいねこれ。草むらにお前の行く末を見守るよ。僕は連鎖が途切れちゃうのでお前を逃がします。やめてくれ、逃げないでくれ、やめてくれ、このあったか、逃げないでくれ。結構割と早く、もう消えていいよ、もう大丈夫だ、消えて、もう大丈夫、十分楽しんだから、もう消えていいよ、もう次行きたいから。でも行く末を見守りたいっていう気持ちもあるだけど、消えていいよ、大丈夫だよ、もうお時間、これ以上時間取んなくて大丈夫だよ、もう消えていいよ、早く、もう時間短縮にちょっとご協力ください。だからといってどっか行っちゃうのもあれだから、行く末を見守りたいんだけども、もういいや、めんどくせえお前。うわ、色違いまた出た、コラッタ出た。コラッタ、珍しい色違い、あんま出ないけど。あ、消えた、海竜の足で消えた。海竜の足の元で消えたんだけど。ちょうどいい感じでマジックみたいに消えた。え、これ色違い、色違いか、色違いか、色違いか、これ色違い来たー。しかも連鎖中のやつだから捕まえられるるー。久しぶりの色違いってか初めてじゃん、こいつ何連鎖もしてたのに。ポッポの色違い初めて、ここまでで7時間やって、やったぜ。うわー、色違い来た、またコラッタだよ。コラッタもうどんだけ出んの、コラッタ色違い。でも光ってるね、いいね。じゃあな、またどっか行けよお前。あー、色違い来た、色違い来た、色違い来たから、これはゲットできるぞ。色違い来ました、ありがとうございます。しかも捕まえられるやつ、やったぜ、やった色違い、普通に嬉しいっす。しかも連鎖中のやつが出てきてくれてめっちゃいい。これじゃあ喜べないかな、まあいいでしょう。あ、また色違い来た、また色違い来た、しかも捕まえられるやつ来た、また色違い来たぞ。わらー、よっしゃ、またポッポ来たぜ。しかもビッグ、オッケー、ゲットだぜ。ファイヤー来た、ファイヤー来た、ファイヤー来た、ようやく来た、ようやく来た。え、これ低レベルか、低レベルか、来た来た来た、19来た、おっしゃー、低レベルだろこれは、これは低レベル。まあ一応ポケモン GO でレベル20だからちょっと1レベルだけども、一応低レベル、一桁ではねえな、微妙なラインだ、ギリ手に入んないと思うけど、ワンチャンでもポケモン GO でも19いそうだけど、いけそうだけどな、どうだろこれ。まあでも低レベルファイヤー出てきた、やっと出てきた、もう出ないと思った、ようやく出たよ、やっと来た、オッケー。あー、ワンパンゲットできないが、まあこいつはもう逃げないってのは分かってるから。でもレベル19はえぐいぞ普通に、やっと出た。え、出るんだ、俺もう本当にもう今出てもなんかこの企画やってたんだっけっていう感じになってる、もうもう一周回って、オッケー、びっくりした、出たよ。でもすごいね、コロン使わなくても出たよ。でも何時間かかったんだ、多分10時間はかかってるよな絶対、コロンなしで始めてから10時間以上は経ってる絶対。マジでえぐいんだ、コロンのだから効果めっちゃでかいんだよな多分。無理か、いけ、頼む捕まってくれ。そう、もう出ないっていうか、もうそういう段階にすらいなかったの俺。あ、いたいた、いけんのかい、いけんのかい。おっしゃ、ゲットしたぜ、やった、やったぜ、きたー、ファイヤーレベル19。いやでもちょっと
ちょっと足りねえな、もうちょっと。せっかちな性格、親バカかつ、一番道路でレベル19の時に出会った。えぐ一番道路のレベル19っていうね。やば。